必ずデータが自前でやるのが大変だからみんなディアスで送ります。
それが想像、まあ、確実に想定できるので、それに対してあのディアスの部分が避けてすぐにやれということではなくて、ここで多分ノウハウを身につけていって、それを、まあ、ビッグデータのハンドリングができるような試験とか教育を行える機関として位置づけるのが多分一番いいんじゃないかというふうに今のところあのイメージしてます。でこれ前言ってしまえば大きなお金使った時に落とし前をちゃんと考えましょうと。それも意見です。でもう一つの方がボトムアップ式の対処法の部分は、自分で自分の首を絞めていますが、私がいるセンターは全国共同利用センターの職員ですね。なのでこういうような、下から上げていくものを一旦どこかで、まあ、集約するというか、その中間のバッファーってやっぱりいると思うんですよ。でそれをやるのはやっぱり全国共同利用とか共同研究機関等を、まあ、うまく活用するのが一つの方向であります。でそれを、くっつけるときには、まあ、例えば1、10人ぐらいのセンターのところに共同利用で出すっていうよりも、そこからもう1段階置いてあげて、まあ、拠点間連携みたいな枠組みをもっと広い意味で考えてみるっていうのを、それを、まあ、ユーザー側からここどころ部分がこういうコミュニティなんだけど、ちょっとやってくんないっていうような話を持ってくるというのが一つ手だと思います。で、一方、多分この JPG の中であるのが、まあ、中部三角連携っていう形で、3つとか4つの大学の部分の関連してる研究が、やってるところがありますし、で我々のセンターですと今、リモセンセンターなんだけど、なぜか演習院で今連携しようかって話をやられてます。要するに衛星のデータの検証という意味で考えた時に、もう少し広い意味で、まあ、こういうことをやらないと、まあ、先に進まないというのがあります。で、まあ、もう一個の手としては、これ1回目ぐらいの時にあったと思うんですけど、キーワードとか手法縛りの研究会等々をこのところでやってみて、まあ、あの顔合わせとか、まあ、お見合い程度にやってみたらどうかっていうのは、多分顔を知っているとそういうのが進んでくると思うんですね。で、まあ、手とかあれからか、まあ、レーダー、友の会とか、ランニングオタクの会とか、なんか、名前は真面目に考えた方がいいと思うんですけども、少しその、普段いるコミュニティのところから、少し広げるような枠組みを、まあ、こういう、まあ、共同利用のところを使ってもらう点っていうのが一個目だと思います。それで少しボトムアップの手を挙げていくっていうのが一個の方向かなというふうに僕は今思います。で、まあそれぐらいのまあお金は多分どのセンターもあると思いますので、いくらかの領域とポータルサイト、その電子的今のところにばらついているものを一箇所でそのポータルがあると非常に分かりやすくなって、それをまあ設けるような仕組みを用意すればいいと思います。でこれがまあそれほど、きついとは思えないので、僕自身の判断ではそう思えない、多分これやっていけばいいのかなと思います。でこれ繋ぐところがやっぱりどうしてもキーになってくるので、トップダウンチーム分と、ボトムアップ、まあ、グループ分というのを書きましたけれども、多分、こっち側はさっき説明した通りで、それぞれ共同利用の間のところの部分で連携をしながら、少しこういうデータセットがあった時に、あ、じゃあこのポータルとこのポータルが重複しているから、その部分をどこか統一してあげて、データのあり方の部分をその根が分かるというか、その部分が分かれる形でつなげていくような、どんどんと統合していくような形の部分のアクティビティをこっちでやっていけばいいと思うんですね。でこちらの方はこちらの方で、まあ、リアスを中心にして、あるいはジャムステックのところの場合は一番いい例としては、組織が大きくて、でいろんなデータ の幅が多分日本の中で一番大きいと思うんですよ。なのでぜひこの5年間ぐらい、そのいろんな部分のどんなデータを扱った時にこういうやり方があるのかという部分のノウハウを持ってもらって、でそれを作った部分、開発ツールをこっちに適用するからです。で、それをやると他のデータのところにつなげられれば、こういうデータが欲しいっていう場合には、このジャムステックの中だけとか、ディアスの中だけじゃなくて、こっち側にも広がってくるので、もしだからその潜在的なデータの あり方っていうか、それが取りやすくなってくるようなイメージがあります。で、ここで少しその意見をしておくときに、この辺のオタクの会とか、研究会のところから、この辺に改善しろってやると大変ですよね。嫌ですよね。そんなにいっぱい細かいところに、このデータのこのフォーマットがどんなところにあるの、嫌ですよね。なので、少しこの部分のところを、制約して、その集約して、こういうデータのコミュニティが、こういう並びのデータセットの部分と、ポータルと、そのメタの部分を少し統一しますってなったところで、それをまとめて、こちらに要求した方が、多分効率がいい。そうすると、お互いにその、立ち位置がはっきりしてくるので、もう少し集約的にデータが使われてくるようになると思います。それが多分第一段階で、まあ、最初の段階はポータルの部分をこっちで部分でできないもののところで共同利用やってるところの部分で、総合にまあポータルをリンクするようなところの部分をお互いをやり取りしておきながら、
第2、まあ、段階のところでは定期的にデータを取る、バックアップするというところもあるし、あるいはプロトコールをここで決めてしまう。というような形にしていけば、もう少し皆様データのやり取りのところで労力を割いているところが結果として楽になるんじゃないかなというのが、今思っているところです。で、総合討論を始めてもらえると思います。何かありますか？質問というか、はい、最後言ってたことをもう一回僕の解釈で合ってるかなっていう話なんですけど、はい、ボトムアップからは自分たちが持ってるちっちゃいちまちましたデータをこの集約型 DC をクラウドと見直してこうアップしていくような形になって、で何をこう逆にトップダウンから返すかというと、こういうツールをでまとめてますよみたいな、そのハウトゥー的なところをボトムアップグループに対して返すみたいな形になると、総合的に自分らの足りないものを補えるような感じになって、その今溝があるところをお互いつながるメリットがすごく明確になってくるのかなっていうふうに受け取ったんですけど、そういうイメージ、はい、そっかっていうイメージがあるんですけども、別にこれを出したところで僕が言ったことが法的こうだから拘束力もないし、ここにいる方々は多分少し意識をしてもらって3年とか5年とかのスパンで依頼者にそういう話を持っていくとちょっと変わってくるかなっていう感じは。僕はシーンどこ、はい、じゃあ何かこの樋口さんのものも、いや、僕にもいや、でもこれはすごくなんていうか軸にするのはすごくいい図だなと僕は思ったんですけど、どっちかなわけですよね。ここにいる皆さんはトップダウンかボトムアップかどっちでもいいんですけど、自分の立場としてはこういうものこっち側に属してるけどこういうものが欲しいっていうのをそれぞれ全ての人が必ず持ってるので、それを素直に言って、記憶に、みんなの頭に残したりとか、そういうつもりなんですか。合意にならなくても僕はいいと思う。